行きたいとこは夏だ。あ今突き抜けろはい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、昨日はですね。ミュージックステーションに出演されたウエストの皆さんのハートという楽曲の、えー、パフォーマンスを見ながらですね。歌声解説をしましてで、その最後にね。ファーストテイクに出てるらしいですね。と。 次回その解説しますよということで何の曲やってるのかなハートなのかなと思ってね昨日言ってたんですけどなんと今見に来てみたらまだね初めてこれから見るんですけどタイトルは出てるじゃないですか。ええじゃないかなの全く想像してなかった。 そうですかまあ私は本当にあのウエストのね皆さんの歌声すごく上手だなと思ってますのでもちろん A じゃないかが嫌だってわけじゃないんですけどなんかねファーストテイクだからやっぱ聞かせてくる曲になるのかなと思ったらもうでもこれ多分いつもファーストテイクってこう2曲ずつ皆さんやりますよねだから A じゃないかともう1曲何かがあるんじゃないかなと思うんですけどでもちょっとまさかのだったびっくりしました。それでは早速ね、えー 今そのサムネイルを見てるところなので動画の方に今クリックしていってみましたそしてちょっとね皆さん広告をね出てきますけどそれをすいませんちょっとスキップさせていただいてはい今ね私が見てるのは 公開された日の夜遅くですこれは4月の12日の夜10時ですかね。ファーストテイクがアップされているということでね、初めてウエストの皆さんが登場されてますけれども、今一応概要欄見てみましょうか。ザ・ファーストテイクは一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取る YouTube チャンネルですと。第426回は今年 CD デビュー10周年を迎えるウエストが初登場と。 素晴らしいね。本当に素晴らしいです。えー、披露するのはライブでもファンとのコールレスポンスで盛り上がり必至の、えー、デビュー曲「A」じゃないかと、えー。7人で向かい合い10周年の重みをかみしめながら「THEFIRSTTAKE」だけのスペシャルな一発撮りをパフォーマンスするということで。私が今見てるのはね、公開されてから3時間後ぐらいですけれども、もう26万。 1672回再生ということで皆さんもねたくさん見られてると思いますけれどもそれではいってみましょうか5分40秒の動画「THEFIRSTTAKEWEST」の A じゃないか見てみましょう再生ポーンさあ今青い文字で「THEFIRSTTAKE」出ましたそして7本ねスタンドが立っておりますさあみんな来ましたよ「きたねきたね」と「よし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 と」 来たね来たね、となんかニヤニヤしてまうな、と重岡くん嬉しいな、と嬉しいよはっははニヤニヤすんな、<laughs> してまうやろ、藤井くん嬉しいもんな、と小田木くんも神山くんも、もワクワクする十周年に出れると、ありがたいね、ケリアノくんそして中間くんも、ありがとうございます、と手合わせてる、神山くん一発撮りらしいから、行きましょう、と重岡くんみんなね、可愛い,いで、いろんな色のシャツ着て <laughs> 浜田くん 硬い目目が見開いちゃってるからいけるとできるとみんなあれだだからねシャツもメンバーから「俺できる <laughs> こんなおちゃらけたとこから入るのあるおよろしくお願いします」とさあぴょんぴょんしてますしギくん「ええじゃないか」出ました文字「せーのええじゃないか!」とみんなで「OK! <laughs> パストリーファーストテイクレッソー ええじゃないかよろしく <laughs>。すごいらしいことえスすごい、フーええじゃないか、ええー、じゃないか。はっはっはっええー、じゃない。<笑><笑>すごい、みんな楽しそう。ええじゃないか、ええー、じゃないか。<笑><笑>はい、っはっはは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 とははははははとうわみんな手を叩いてははまはははつひとまずなんてはれはうまいは間は <laughs> 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 んはは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 は 愛いの花が咲くさあ、桐ま君、何はヒー <laughs> ビブラウトの何はカメラ見て、育ちや、へいと今、世界中、いいね、小滝君と目を見合わ,見合わせてせ、せーの、何はプッシュ、えー、じゃないうわ神山君のリズの取り方かっこいい。ええー、じゃないか、藤井君。 だせまだまたいけるで、ね、どっこいどっこいどっこいしょどっこいどっこい踊ってるよひげおかくんあんまりからはうわんわわお桐きりやまくん職人ですねやないかあっしげかくん楽しさまだまたいけるで、ね、浜田くんあっぱれあっぱれあっぱれあっぱらの心意きえないか亀山くんいい声出てるね、はあっしげうかくん歩いちゃってる中間くんの後ろに行ってる <laughs> さあきりやまくんの後ろにも行っちゃった はっはっほう,うわーめちゃくちゃ楽しそう修行く真ん中でちょっとマイクとここ越きちゃってるさあ神山くんと藤井君浜田君どうすんねんどうすんねん,ん,ねんと小田君突っ込んでる馬くん何すんねん何すんねん <laughs> 無理やりやったるでってやったるで藤井君から中間君はららうらーさあ重く君さあ皆様何はなくとも何は魂でございます 歌えやだったっけど、ハトでグイマシきましょうージョ <laughs>、えーホッホッホッとカメラスナーシキューカケシーエジャーいイカーエジャーライカーコダクンキレナカオバタバタヤレルデシキューカケドカドカんカシャオナンなナナンボナナンボナンボンヤレワオキレバコンカメラセじゃない 楽しそうみたいなやれるねてっぺんてっぺんてっぺんのわワーシャーー浜田君ウエストスーパーダンスタイムをいつもはここでお送りしております自由だなただ今日はファーストデイクなので踊りませんと歌は普段はライブで踊ったりもしてますライブ気になる方はぜひライブ遊びに来てください <laughs> 自由中間くん これが生き様やでてるので綺麗にきれいまく。イ晴れるたい屋根甘い声。戻ってまがよれと重岡くん。おー花ふぶきいくば <laughs> <laughs> ちょっとなんかわかんないけどこれもぐっとくるなこれ。どこいどこいショーどこいどこいどこいショーほんまに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 かなわんわん。 うわうわ桐山くん。え、ね、えじゃない重岡くんかわいすぎない。いけいるね。あっぱれあっぱれあっぱれだろう。心意きみんなも一緒に。桐山くん、もう一回ではみんな。いいカメラ割り。あいか。あら。ええじゃないよ重岡さん。<laughs> あ小田こくん手おかしい。かっこいしょ。なんぼラなんぼラなんぼラもうやれ。うわお <laughs> いやいやいや藤井くん。わあ、仲間くもりしそう。わあ、やれるで、ね。浜田くん。え、ペンの。わあ、ジゃープ。いいね、桐山くん。ブーだけど、しっかり効果が上がって。ブー。前の歯が見えるブーの発音、正しい。はっ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 ああ、やっぱ楽しいね。最高。と。やっぱり楽しいですね、ちくわくん。おぉ、ありがとう。ファーストデイがありがとうと。ウエストでした。 最高。終わっちゃった。ここからどきたくない、小滝くん。いや、僕できた浜田くん、できた。<laughs> あったまり来てんんないなぁと。もう一回歌おうかと、輝山くん。ファーストテイクだから。<laughs> いや、これは <laughs>。私も全部その263回今まで。あ、違う、全然違うわ。425回か。 今回が回目全部見てるわけじゃないですけどこんんなななに自由なのあんまないじゃない <laughs> いやもうだからこれがウエストですからね、えーまあ、曲によってももちろんねいろんなこう表情を見せてくれますけどもう全然なんていうの,その一発撮りの緊張感どころうかこの1回で撮れる最高のテイクを撮ろうっていうみんなこう楽しい方に。 針振っっちゃってるんですごいなやっぱりエンターテイナーとしてのこう何ちゅうの素質、まあ、この楽曲はもうねそれこそ10年ずっと歌ってきてますから、まあ、歌ってくる回数で言ったらね一番このね「ウエストのたくさんの曲の中でも多いと言っても過言じゃないと思いますけどなんかですねだからこうまあライブとかはねもちろんその時その時で。 収録したりりりす時ももありますからもうライブななんて全部一発撮りなわけですよで、そういう経験をたくさんしてきてるからでしかも7人揃ってそして歌い慣れてる A、えー、じゃないかという楽曲ってなった時にもうね皆さんも歌う前にこう並んでワクワクするなーっていうお話をしてましたけど、まあ、まさにそうなんでしょうねそして途中でも重岡君自由すぎてマイクからちょっと出てきちゃったりね中間君切れ君の後ろ行っちゃってましたけどでももうああいうなんていうの 自由にでできちゃうとこころも全部ひっくるめてこれウエストの良さですから、えー、これと同じことを他の人たちがじゃあやってくださいってなってもやっぱりならないからね。でそんで結け楽しそうに自由にしてるけれども昨日のね「ミュージックステーション」の時にも言いましたけど気持ちがブワーって入ったり今回みたいにこうみんな楽しい楽しいってなってても。 根本ののメロディーのその音程だったりとか高い音バチンと当てるとかそういうところはね本当にブレないですよ。浜田君なんかもうねてっぺんてっぺんてっぺんとかやってこう遊んじゃってるように見えますけどしっかり歌ってる音がすごい安定感あるからいやこれがやっぱすごいですよね毎度毎度言っちゃいますけどだからこれ初めてねこのウエストというグループのパフォーマンス歌声を聴いてる人たちも。 これ多分見たらすごい楽しそうだなって思うと思うんですけどよくよく聞いてみたらいやみんなな実はういい歌っていうでそのうまさの前提があるからこの楽しそうなものが十分にこっちを見てる側はそ楽しそうだなで楽しめるんですけどこれ根本の歌が不安定になっちゃったらいや楽しそうだけどちょっとちゃんと歌ってるようになっちゃうんですけど。 そこがぶれないというのが、このファーストテイクという場でもしっかり証明されていることが、私はこっそり嬉しいですよ。皆さんもちろん上手なことは気づいていると思うんですけど、改めてこんなに自由にやってるのにすごい。うまいじゃん。っていうところまで皆さん気づいていただけてたら特にね。ウエストのファンではなくて、たまたまこのファーストテイクの映像を見た。皆さんね。私なんかも。もう3年前ぐらいそうでしたけど、まあ、言ってもね。 アイドルグルグープでしょと顔がかっこよかったら踊れるからそれとまあちょっと歌えるで成り立ってる人たちですよねっていう私のまあね本当今考えたら、えー、勉強不足だっただけなんですけどでもそうやってね思ってる形が世の中にいたとしてこのウエストの A じゃないかの THEFIRSTTAKE 見たらえすごってなる人多いと思いますよいやー本当にお見事素晴らしい歌声でした 多分もう1週間ぐらい皆さん待ちましょうこれを何回も見ながらねはいということで素晴らしいです本当に初めて「THEFIRSTTAKE」でパフォーマンスをしてくれたウエストの「A じゃないか」を歌っている歌声パフォーマンス見ながら勝手に解説をさせていただきまして皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。